ね、滑らない話をね始めますけど、これはですね、僕がね小学生の頃なんですけど、小学5年生ぐらいの時に電話ボックスでね、こうダイヤルをしてエッチな声が聞こえるという、で小学生みんなでそこで無限テレホンカードを使うにするのが流行った。俺はあんなエロい声とか聞かんし、てちゃんね番長的ニュアンスだから硬派なんですよ。電話ボックスの中にいる人がなんかあいつ見たことあんぞみたいな電話ボックスガッタンガッタンになってる子